はい、ユレックスです。さあ皆さんね、またねちょっとね投稿が遅れてしまいましたが、明日ね、5月5日ですね、待ちに待った、ね、アロエの専門店アロエビットの初出店になります。はい、でね、今日はねこの動画の中では、告知をさせていただきます。まずですね、愛知県の竹豊町にあるね、夢太郎プラザというね、会館があります。こちらのね、野外の、ね、芝生広場というところで、ね、私のこのアロエリットを出店させていただきます。でまずですね、時間が、朝のね、10時から、16時までですね、やっております。でですね、まず、そのね、芝生広場、結構ね、東側の方にあるんですが、ホールの東側ですね。なんですが、まだ、場所が決まってません。というのもね、まあ、当日、ね、いろんな方と打ち合わせしながら決まるそうなので、詳しい位置っていうのがちょっとまだお知らせできないんですが、こちらのね、夢太郎プラザの方の芝生広場というところに、ね、来ていただければですね、おります。でね、一応ね、ベージュ色の、テントをしています。なので、ベージュ色のね、テントめがけて、ちょっとね、この、僕のね、このユデックスの顔を見て覚えていただいて、来ていただけたらなと思います。で、アロエなんですけど、まあ、全部でね、100株くらいですかね、今回は出展することになりました。まあ、というのもですね、ちょっとね、植物イベントとはね、またちょっとね、用途が違うイベントでの今回出展となります。まあ、なので、まあね、ちょっといろいろな品種をね、いっぱい持っていってもね、ちょっと、ね、初心者の方には、なんじゃこりゃっていうね、ものっていうね、感じになってしまっても申し訳ないので、まあ比較的、ね、初心者の方でもね、まあ育てやすい入門編みたいな形で、今回アロエを厳選して、まあ100株ほど、ぐらい用意をいたしました。まあなのでね、ぜひね、このいつもユーデックスプランツスタイルをね、応援してくださってる方、そしてね、このアロエリット、また、ね、このアロエ好きになって、最近ね、ちょっとまたアロエを気になってるよって方、ぜひね、明日、またね、急な告知になってしまいましたが、前回の動画からね、また1週間以上経っちゃったんですけど、とにかく今このね、約2週間くらい、とにかく今準備がすごく大変でした。まあ、今回ね、本当にね、出店、初出店ということだったので、もう本当ゼロから、ね、いろいろな準備をしました。もう本当植物をね、厳選するところから、もうね、出店するのでね、まあいろいろなものが必要ですよね。まあなのでその買い出しに行ったりとか、もう本当にこのね、準備が大変でした。まあ僕もね、まあこの動画の中で いつもね、お伝えしますが、音響オペレーターの仕事もしているので、その音響のね、現場の傍ら、ちょっとね、仕事終わりにちょっと夜ホームセンターへ行ったりとか、そういってしながらね、寝る時間を少し冴えながら、咲きながら、ね、この出店に向けて頑張っておりました。まあなのでね、ぜひ、僕自身も今回初出店なので、ね、すごくね、ほどよい緊張もしてますし、またね、いろいろなお客様とね、交流ができたらなと思っております。はい。今回はね、まあ、この告知となりましたがね、これからもね、いろいろとこういった、イベントにも出店をしていきたいなと思ってますし、今後はね、まあネット販売とか、まあ、そういったところでもね、できたらなと思っておりますので、ぜひね、これからもこのアロエリット応援をお願いいたします。今日もね、この動画、そしてね、これからもアロエリット頑張ってと思った方、そしてまだチャンネル登録を進めない方、チャンネル登録、そしてグッドボタンの方、お忘れなくお願いいたします。それでは明日、お会いしましょう。